すげえなー、すごいね、すごい綺麗だね、うん、さあこれからナイターに向かいます。ナイターに行っちゃう、ついについにナイター。寒いよ、ナイター。寒いだろうね、うん、今日は寒いと思う。いいじゃん、でも綺麗だな八ヶ岳が、うん、すごいじゃんこれ、夕焼けで綺麗だね、綺麗綺麗。ナイター、どう？寒いね。どう？顔が。寒い？うん。ナイター上手い人が多いね。さすがに。行ってみる？うん。よ。今年もこの寒い、すごいもん、もう冷気がすごいね、冷気の、うん、どう？これでここに、ここにね、暖を詰め込みまくる。これ俺の暖、これで、でお水とかはここのギリギリに置いといて、うん、冷気で凍るかもしれないけど、こうしてこうしたら、うん、食材は冷たくて家は暖かい。なるほど。冷蔵かかない。ダメじゃん。まあいいよ。どうこれ？いいよ、なんかなんか。広いよね、そっち。うん、こっちが広い。じゃなんだけど。こういうスタイルもいいらしい。ここ広くて。カウンターキッチンじゃん、憧れの。何これ？アイランドキッチンじゃん。ちょっと違うか。ちょっと違うけど。うん、結構広々使えるね。使えるよね。で、扉も開くじゃん。開く。で、一番右の扉なんか開けないじゃん。排水と給水だから。そうだね。ね。いや、もう今日はこれね。うん。じゃあ早速ご飯を。すき焼き風うどん。だけど、ネギとかはね。あ、何も入ってないんだ、これ。え？野菜いっぱい入れる。何も入ってないんだね。自分で入れろってことか、やっぱり。え？写真と違くない？何も入ってないじゃん。写真と違くない？ネギ以外の具材は入っておりませんって。でもこれあれだね。一つずつしかできないな、IH だと。そうだね。ねえ。ちょっと不便だけど、まあいいか。しょうがないね。ねえ。じゃあ、大きい方のエリンギに。ありがとう。ね、ちょっと辛い。エリンギいるかな？いるよ。忘れてた。これ立てないとダメなの忘れてた。あ、そうじゃん。周り立てないから。そう。忘れてる。あっつつつ、もう熱い。熱い。これポイントです。アルミので鍋焼きうどんするときは。うん。横っちょを立てる。うんうん。おー、いい匂いしてきた。そうでしょう。結構もう沸騰してきた。火を通すんだよね。ちょっと緩めを、火力を。できたんじゃないかい。まあ、そういい？先にいただいて。どうぞどうぞ。見て。中は18度だけど。もう10度？もうマイナス10度。やばいよね。すごいね。そうなの。くっそ寒い。死んじゃうぞ、こんなの。ね、うん、
よし、いただこう。はい、いただきます。あ、うまい。おいしい。すき焼きの味する。あ、白玉買ってきたらよかったな。みょうがうまいぞ。おいしいでしょ。すき焼きにみょうが合うぞ、多分。合うよね。あ、うまい。何度まで下がるんだろうね。ねえ、すごいよな。ついにマイナス15度まで下がった。今マイナス14だけど、すごいね。やばいね。さあ寝ましょうか。うん、電気消すよ。おやすみ。1,2,3,4。うわ、いい天気だね。うん、晴れた晴れた。さあ、じゃあちょっと車山霧ヶ峰の方に登ってって、うん、スノーシューができるとこ探してみようかな。うん、雪降ってない。スノーシューなくても歩けるかも。あるかかもしれないね。雪が少ないかもね。でもまあ白樺も結構積もってるからな、こう見たら。うん、上の方寒いからどうだろう。だけどあれかな、上の方風が強くて飛んでってるかな、雪が。そうかも。うん、まあ行ってみて、うん、様子を見て。あー、いいな。ちょっと歩いてみる。そうだね。うんうん、あ、車山のレーダー見えてるじゃん。うん、なんかさ、うん、昨日変な天気だったんだよ。夜さ、ダラダラしてるときマイナス15度まで下がってさ、うん、でその後寝ようと思ってもう一回見たらマイナス8度まで温度上がってて、30分ぐらいで温度が7度も上がった。何なんだろうね。寒気がどっか行っちゃったのか、暖かい空気がなんか来たのかな。どっからか。すごいよね、うん、そんな変わるんだなと思って。すごいね。うわ、すげえな。最高の天気。おー、富士山が見える。おー、そう。うん、あー、ほんとだ。ちょっと雲海っぽいじゃん。いや、冬も気持ちいいね。うん、なかなか、うん。すごいじゃん。でも、除雪した跡があるな。横に、うん、結構雪降るのかな、ここは。ねえ、おお、すごいすごい、富士山すごい。ねえ、めちゃくちゃ綺麗。うん、おお、1700か。でもあったかい、マイナス2度だって、朝で。日が入ってるからな。昨日こっちまで上がってきたらすごかっただろうな。うん、マイナス18度ぐらいになったんじゃないの。そうかも。ねえ。あ、入れるじゃん、ほら。あ、書いてるわ。あ、すごいね。ちょっと入ってみる？入ってみようか。おー、すげえ。どう？
どこから素直しをする？この前のコロボックルのところからでいいんじゃないの？うん、あ、それか どこ歩くかだけどね。車山歩くか、八島湿原の遊歩道歩くか。あ、歩いてる人いるよ。本当？うん、上に。あそこに2人いる。ああ、本当だ本当だ。どっから歩いたんだろう。スキー場からも行けるし、うん、ちょっとわかんないね。あ、でもこれはさ、そっちのコロボックルからかな。コロボックルのところから、うん、歩くとこあったよね。湿原の方が雪が積もってるかな。どうだろう。八島とかの方が。意外と人がいる。人いるじゃん。お、いっぱいいるじゃん。いっぱいってほどでもないけど。いるね。どうしようね。どこで歩こうね。ここで歩くか。うん、ここでいい気がするけど。一回ちょっと八島の方見に行ってみようかな。なんかここがさ、コースになったんだよね。何のコース？ニュースに出てたよ、ここ。雪道ドライビングコースに。へー。なってない？雪道の性能をチェックするコースに。ね、なってる。なってるでしょ。この中が。そうそう。なんかお湯撒いて、下氷にしてなんかいろいろやったみたい。へー。なんかブレーキ性能とか滑る性能とか。へー。うん、お金払って講習受けたりするみたいな。施設利用者専用駐車場、ね、になったみたいよ。面白いね。ね、綺麗だね。ここもなんか、あ、こっから行けないんだ。見て。あ、そういうことなんだ。ここまで行けんだ。すごいな。ここのためにこんなに綺麗に描いてくれてんだな。そういうことだね。素晴らしい。道がついてんだね、もう。なんだ、余裕じゃん。え、これじゃスノーシュー履くとこないな。あとね、ここで履いてみるか。トイレはやってないのかな、冬は。うわ、すごいじゃん。いいよいいよ。ふかふかがのっぱ気持ちいい。あ、いけるね。どう？いいね。うん、行ってみようか。あんま雪がないからいらないかもしれないね。え、どれ？これ。あ、本当だ。人の足跡に混じって。ね、ウサギかな？鹿かな？いや、鹿じゃないよね。だってここにさ、あ、本当だ本当だ本当だ。後ろ前二つだもんね。前足と後ろ1、2、3、4ってあった。本当だ。ウサギじゃない？ウサギかもね。足跡だらけだね。うん、ウサギにしてはでも大きいよな。ね、ウサギじゃないこれ。ウサギなんだ。わかんないね。こっちは違うよね。日本松のは多分違うけど。鹿っぽいね。
すごいぞ、ゆうきが。40センチぐらいかな。そうだね。ね。実験でカントリーマーム。いただきます。いやー、楽しかったね。楽しかったね。結構綺麗だったね。綺麗だったね。雪がちょっと少なかったかな。おー、まだね、もっといっぱいあった方が歩きやすいのだと、遊歩道の間にはまるからさ。そうだね、気をつけないと。遊歩道と遊歩道の間の溝にね。そうそうそう、うん、でも綺麗だったし。うん、よかった。あと動物の足跡もいっぱいあって、ね、うん、動物は見れなかったな、残念ながらね。え、でもウサギがいるんだなと思って。ああ、ああ、富士山まだ見えてるね。ちょっとガスってきたけど、うん、いいよ。今日はでもよく晴れてる。いいね、すごいもんね。うん、八ヶ岳が結構足疲れたね。うん、やっぱスノーシューって結構疲れるよね。そうだね、あれ普通に歩けないしさ、ちょっとガニ股でスライドさせるような感じで。そうそうそう、うん、ちょっと幅があるからね。そうそうそう、慣れないと。今日ぐらいの雪だとない方が楽かもしれないね、うん、難しいとこだよね。普通の靴だとズボってはまるとこがあるし。そうそう、うん、お、どう？お、結構車いるじゃん、すごいな。コロコロやってるかな。ね、行ってみよう。開いてたらラッキーなんだけどな。こんだけ車止まってるってことは開いてんじゃない？あ、違うか、みんなあっち行くのか。歩いてるじゃん、ほら。気持ちいいだろうね、うん、こっちも。富士山も見える。また今度来よう、ここは、うん、ね。このコックルはどうだ。あ、やってないな。うん、残念だったね。残念。まあしょうがないか。うん、まあ、しょうがないからさ、お雑煮でも食べる。あ、そうしよう、うん、お雑煮セット買ったじゃん、そういれば。買ったよ。そうしよう、そうしよう、うん、うん、さあ、お雑煮、うん、そんなに時間かからないんじゃない。あ、そうなの。ほんと、どう見たけど、ん、どのくらい食べる。いっぱい食べるよ。いっぱい食べる、うん。お餅焼くのどうする？電子レンジどうする？ああ、どうする、どうしようか。なんでもいいけど、でも火通さないとダメだもんね。火というかちょっとね、お餅をね、うん、焼けないから、ちょっと水入れてサランラップでやってみるね、うん、電子レンジで。ああ。いやー、まだかな。もういいぞ。ん？もういいぞ。あ、違う、俺が言ってんな。あれだよ、お餅の話じゃないよ。あ、そちらの話？こっち。よし、できたんじゃない？ほんと？うん。おお。美味しそう。すげえ。すごいね。いや、最高だ。富士山見ながら。おお、できた。うまそう。すげえ。美味しそうだね。見てよ、だって前は富士山なんだよ、知ってた。うん。いただきます。どうどう、中見せてよ。美味しい。いや、うまそう。お正月って感じ。うん、お正月しか食べないもんね、お雑煮って。なんでなんだろうね。結構美味しいのね。美味しいのにね、不思議だよね。
これもいただいてこう、うん、どうぞどうぞ、もちもちそう、すげえな、やばいな、いいね、めっちゃくちゃうまい、すごいな、この蜜葉ってうまいね、おいしいよね、うん、なんか蜜葉食べるだけでお正月の気分になれるな、うん、うん、うまい、めっちゃうまい、あ、美味しかった、美味しかった。お正月を感じれたね、うん、なんかお雑煮ってもっとさ年中食べるべきだよね、美味しいもんね、美味しいしさ、あのうどんとかお米の代わりになるわけでしょお餅が、うん、だから手っ取り早いよね、そうだね、車中飯にいいな、いいかもね。